So when you're leaving tomorrow, just give me something to hold on to from you. じゃん、こんな感じにしてみました。これはこのオールインワンもね、着たいなって思い組んでみたコーディネートなんですけど、このデニムのサロペットがちょっとパリっぽい感じの雰囲気なので、パリっぽい感じでまとめてみました。夏にね、ヴィンテージショップで買ったサロペットなんですけど、どこのですかっていうのをね、めちゃくちゃコメントとか DM とかでいただくんですけど、これはヴィンテージショップで買ったものなんですよ。なんですけど、私すごい似てるのをね、この前見つけたので、ちょっとこの辺に出しますね。シルエットはすごく近いかなと思います。夏の時は黒のベロアのね、半袖のものを中に着ていたんですけど、今回はザラのね、着回しのルックブックで着ていたカーディガンを中に着ました。私さ、すごいいつも喋っちゃうんですよ。今回一行で10分ぐらいで話して進めていこうかなと思っていて、タイマー設定してるのもすでにもうね、4分いや5分ぐらい喋ってるんですけど、はい、これ一緒にね、仲良しの方と買い物した時に、いやこれ絶対似合うよって見つけてくれて、ただめちゃくちゃ可愛くて、これを試着した時にピンって浮かんだのが、私アレクサちゃんがね、大好きなんですよ。アレクサちゃんがこういうね、なんかデニムのサロペットを着てたんですよ。でその時に、おっと思って買いました。でアレクサちゃんはその中に細いカラフルなボーダーのね、ニットを着てたんですよ。タイトな女の子っぽいサロペットの中にボーダーのね、やぼったい感じを合わせる組み合わせがめちゃくちゃ可愛くて、なのでそういう感じで着たいなって思って、今すごい探してるんですけど、なかなか見つからなくて、イメージはオールドギャップっていうのかな、昔のギャップのでありそうかなっていう感じのボーダーのニットなんですけど、なかなか意外となくて、でそう、アレクサちゃんね、この本もめちゃくちゃ好きで、どういうものに影響を受けたとか、ファッションのインスピレーションを受けたみたいなのが書いてあって、頭の中を見れるというか、もし私と同じでアレクサちゃん好きな方いたら、これめちゃくちゃおすすめです。でやばい、ゆるゆるしてるわ。サングラスですね。一癖欲しいなと思ったのでサングラスをかけました。で指輪、このサロペットはヴィンテージっぽい感じかなと思ったので、リングも茶色い石が入ったゴールドのリングにして、ちょっとヴィンテージっぽくしてみました。で、あ、ネックレス忘れてる。ティファニーのネックレスにします。ネックレスつけようと思って忘れてた。で、あ、そうだ、カバンもね、これもすごい質問いただくんですけど、これが JW Pay っていうブランドのバッグです。すっごいちっちゃいんですよ。いや、携帯と一緒ぐらい、いや携帯よりちっちゃいのかな。なのでいつもリップとか入れたりとか、実用性はって感じなんですけど、見た目可愛いのでアクセサリー使いで使えるかなと思います。で、靴はブーツにしました。で、なんか髪の毛はね、結んでも可愛いかなとも思ったんですけど、下ろしてる方が全体の女の子っぽい感じと相性いいかなと思い、パサッとそのまま下ろしてみました。っていう感じで10分経ったので、結局15分経った。はい、そんな感じで次に行きまーす。これはこのね、トップスをちょっと新しく買ったのでしたいなって思って組んでみたコーディネートです。私とか新しいもの買うとすぐ着たいタイプなので、もうすぐ着たいなと思って組んでみました。でこれね、韓国のブランドなんですけど、ネットで買いました。これがね、セールになってたんですよ。なので即買いで、そうですね、悩んで買いました。前はね、セールになってるからとか、まあ安いからみたいな悩んでても買ってたんですけど、結局着ない服ってもったいないなってすごい思うんですよ。そこだけスペース取られちゃうし、他のことにお金回せるし、すごいそれってもったいないなって思うので、100円でも私は500円でもめちゃめちゃ悩むタイプです。私的こういうコンパクトでカーディガンっぽくも着れるみたいなものってすごい着回ししやすいなって思って、カーディガンとしても着れるし、全部締めてね、トップス感覚でも着ることできるので、これはすごく着回せそうだなって思って買ってみました。そうで、ダブルジップなので下はちょっと開けて上もちょっと開けてみたいな感じでこれは着てみました。で下には緑のパーツを合わせました。上が明るめのグリーンで、下がカーキっていう感じで、ちょっと緑のトーンでまとめてみたんですけど、何かから隠れてるのみたいな。このパンツもどこのですかって質問をめちゃくちゃいただくんですけど、これはマチュピチュショップっていうブランドのものです。元々ずっとヴィンテージでアーミーパンツ探してて、だけどレディースサイズってないんですよね。メンズサイズの方が多分出回ってると思うんですよ。でその時に、あ、そういえばって思い出して買ったのがこれで、これがね、軍物のアーミーパンツを元に作られているものなんですよ。どこのだったかな。アーミーパンツも国によって形が違うんですよ。その時のね、その国の情勢だったりとか、あ、お腹が鳴った。
た形が違ったりするから面白い。なのでアーミーパンツって言ってもいろいろあるので、なんかそれもまた面白いかなと思うんですけど、これは US のアーミーパンツをアレンジしてレディースのサイズ感に落とし込みましたって書いてあります。ハイウエストになってるんですよ。ウエストがキュッてコンパクトに締まる感じになってるので、アーミーパンツなんですけどメンズライクすぎない感じもまた履きやすいかなと思います。他にも色があったので追加で買おうかなって思うぐらいすごい気に入ってるんですけど、でニット帽をかぶりました。最初かぶらなかったんです。髪の毛だけ綺麗すぎて、このストリートっぽい方がまとまるなと思ったので、そういう時に私はニット帽かぶるかもしれないです。髪の毛だけ綺麗すぎて浮いてるなみたいな時にメンズライクな感じを入れてバランス取る感じですね。で指輪、ネイルが白だからかこのシルバーをすごいつけたくなります。でカバンは白のバッグにしました。靴はクラークスです。崩して抜け感を出して着てみました。そんな感じです。では次に行きます。じゃん、こんな感じにしてみました。これはオールインワンが着たいなと思って組んでみたコーディネートです。さっきはヴィンテージっぽいコーディネートだったんですけど、今回はこういう感じで黒にして大人っぽく着たいなと思い組んでみました。このオールインワンはもうずっと着ていて、張り感がちょうどよくて大人っぽくも着れるので気に入っています。で中にはオフショルダーになっているスウェットを着ています。オールインワンを子供っぽくなりすぎず着ようと思うと結構私は肌見せをするのが好きで、なので今回も肩が出てたりした方が大人っぽく見えるのでこんな感じにしてみました。これね H&M なんですよ。これももう数百年前に買った、5年前ぐらい、毎年ねこう服整理しててもう手放しそうかなとか思うんですけど、こういうデザイン珍しいのとまだまだ着れそうだなって思って、まだこれも手元に残しています。でメガネはこんな感じで、まあ、いつものオリバーゴールドスミスのメガネをかけました。で指輪はちょっとシンプルにしました。ネイル可愛くないですか、白にしました。この前コメントでゆずきさんはネイル白ですか、あネイル白ですか、どういうこと、ネイルセルフですかっていう質問をねいただいたんですけど、私は指はセルフです。でカバンはスピーディーにしました。意外とこう茶色ぐらい入れた方が柔らかさも出て、バッグだけは茶色にしてみました。で靴はこちらのクラークスにしました。こう最近また自分の中でクラークスブームが来ていて、やぼったさ入れて崩したい時とかそういう時にすごく使えるので、そういうバランスが好きな人はすごくクラークスはいいと思います。そんな感じです。ということで次に行きたいと思います。じゃん、こんな感じにしてみました。これはアウラで買ったシャツを着たいなと思い組んでみたコーディネートなんですけど、こんぐらいのなんか柄シャツ多分初めてぐらいなんですよ。めちゃくちゃ悩んだんですよ。散々悩んでこれを買ってみました。でもねコメントで柄シャツ推しだったので最終的に選んでくれて嬉しかったですっていうコメントをねちょっとちらほらいただいて、それを見た時すごいね嬉しかったです。試着した時はデニムのサロペットにリボン付きのシャツで、すごくまとまったコーディネートだったんですよ。私が普段着るってなる と, ちょっとまとまりすぎてて着づらいかなと思い、今回はいつも履いてるヴィンテージのリーバイスのデニムをね履いてみました。やっぱりねこれぐらいが私的には落ち着くなって思います。でも綺麗めにしたい時は下を綺麗めなものに変えると一気に雰囲気が変わるので、なんかそういう日はそういう着方でもいいかなと思ってます。で髪型をねどうしたらいいんだろうと思って、結んだ方がいいのか結ぶと違うのかなって思ってささっと下ろしてみたんですけど、なんかやっぱり、まあ、ちょっと模索中です。であとはベルトをね今こんな感じでつけてます。このベルト、この前話したっけこの話、オーラリーのベルトなんですけど、私ずっとねバックルの主張がないベルトを探していて、ベルトはしない方が好き派なので、やっぱりウエストが大きかったりするとどうしてもベルトが必要になっちゃうので、なんかその時用にこうあんまり存在感のないベルトがずっと欲しかったんですね。私みたいに主張がなくてさりげなくつけたい方とかはこれめちゃくちゃおすすめです。ベルト今までしない方が好きって思ってたんですけど、 T シャツにデニムとかでもこのベルトをするだけで印象が変わるので、ベルトコーデも可愛いなと思ってちょっと最近はハマってます。でカバンはこれです。ベルトも黒でローファーも黒なのでバッグもね黒にしました。で指輪とかピアス類は上がやっぱりこれだけ柄もありリボンがあるのでなんかシンプルがいいかなと思ってこのフープのピアスにしました。で指輪はこんな感じで、これまたあもう10分ルールダメですね。これまた指輪もちょっとシンプルめにしてみました。石とかを持ってくるとゴージャスって感じになっちゃったのでこれぐらいにしました。てかもう髪型さ
ではそんな感じで次に行きたいと思います。どんな感じ？はい、こんな感じにしてみました。で、このコーディネートはチャーリー・プースの We don't talk anymore だったかな、 We don't talk anymore だった気がするんですけど、そう、 We don't talk anymore の MV に出てくる女の子がいて、その女の子がデニムシャツに、でデニムのショートパンツだったんですよ。それにローファーっていう合わせをしていて、それがめちゃくちゃ可愛くてしたいなと思ってしてみたコーディネートです。で、これはあのマチュピチュショップのね、いつものデニムのシャツです。今みたいにこんな感じで横向いた時とか絶妙なんですよね、バランスの丈感が。よく言う、私の言うヘルシーっていう感じで着れるので、このシャツもめちゃくちゃ気に入っています。で、中に T シャツを着ています。最近ね、 T シャツ結構可愛いなと思って、でも年齢なんですかね、前はねハマりすぎるというか、今の年齢になってなんか T シャツとかがすごい可愛く着れるようになった気がするので、ミニスカートとかショートパンツもそうかな。私的スカートは RPSA のミニスカートを履いていますけど、これめちゃくちゃ短いんですよ。めちゃくちゃ短いんですけど、まあ、多分 RPSA っていうブランドの色的にもそうだと思うんですけど、ちょっとこうクラシカルで上品な感じでこれ着れるので、大人っぽく着れるかなと思います。ジェーンバーキンと RPSA がコラボしてアイテム今何個か出てるんですよ。ジェーンバーキンの写真で着てるような洋服が出てたので、気になってる方はチェックしてみてください。あのカゴバッグとかもあった。で、まあ、いつもそうなんですけど、ミニスカートとかショートパンツの時にすごい高いヒールっていうよりは、なんかまあローファーとかロングブーツとかそういう感じで合わせるバランスが好きなので、そんな感じにしてみました。で、この黒いバッグにしました。で、アクセサリーはピアスはね、ジャミレイのをつけています。このちっちゃいのを外してたんですけど、最近これさえまたつけたら、あ、かわいいと思ってつけて使っています。はい、そんな感じで次に行きたいと思います。じゃん、こんな感じにしてみました。これワイドパンツがね、多分履きたいなと思って組んだコーディネートなんですけど、ワイドパンツが大好きなんですよ。で、このワイドパンツが本当に気に入っていて、3年前ぐらいかな、いやもっと前だね、6年前ぐらいにワイドパンツなんですけど、この形がめちゃめちゃ綺麗で、ストレートでトンって落ちた感じのワイドパンツが好きで、太さもちょうどよくて、でこの裾のこのたまり、こんな感じでね、裾部分のたまりの感じとかもすごい綺麗で、綺麗めっぽくもう着ようと思えば着れるし、カジュアルなこうスウェットにこれとか、カジュアルだけどどっかカチッとしてるみたいなバランスが好きなので、私は矛盾的な感じが好きなので、矛盾コーデ、そういうバランスにしたいときは冬場はね、これを選んでます。ワイドパンツって意外と形難しいですよね。なんか太すぎるとちょっとお尻がね、すごくボーンと大きく見えて、あ、なんかちょっとバランスが悪いなと思ったり、下によってはなんか、うん、もうちょっと張りが欲しいなとか、ちょっと嫌い目になりすぎちゃうなみたいな感じで。で、上にはこのカーディガンを着ています。ザラで買ったカーディガンで、このちょっと膨らみがあって、でショート丈でっていうバランスが好きなので買いました。まだ売ってると思います。甘い感じもするんですけど、素材がカサカサしてるっていうか、甘すぎず着れるので、これもすごく気に入ってます。これの中にタートルとか着たりしてもいいかなと思っていて、ちょっとそんな感じで冬になったら着たいなって思ってます。で、中に今この若干ねグレーのが見えてるんですけど、カルバンクラインのブラトップを中に着ています。ここが若干広めになってるんですよ。で、ショート丈なので、このカルバンクラインの感じが見えたら可愛いかなと思い、見せブラを着ています。これにね、アーシーのフライトパンツでも可愛いかなと思ったんですけど、この合わせだと色味が明るすぎちゃって春っていう感じになっちゃったので、アーシーの着回しも見たいですっていうコメントいただいてたんですけど、重めのニットとか着れるようになったらそのフライトパンツも使って合わせますので、もうちょっとお待ちください。で、サングラスをかけました。ピリッとさせたいなと思ったのでこれをかけて、で、指輪はこんな感じで、トップスが白なのでシルバーでまとめてみました。で、首元も白にグレーなので、シルバーの華奢なものを1個だけつけました。で、カバン、あ、開いてる。で、これは白のバッグにしました。下がズルズルしてる時はこのカバンを持つとちょっと重心位置が高めに見えるので、カバンなんですけどスタイルアップさせてくれるのでこれにしました。で、さ、全然関係ない、関係はあるか、ヘアクリップをねここにつけるのが好きなんですね。なんか結ぶとか結ばないとかそういうのに限らず、これをつけるとちょっとポイントになって可愛いんですよ。可愛くないですか？ちょっと海外ガールみたいな感じになるので、あると可愛いかなと思ってつけてます。じゃあ最後、靴について話して終わりにしよう。これになんかローファーでもいいかなと思ったんですけど、ちょっと綺麗になりすぎたのでクラークスのベージュにしてラフな感じにして崩して合わせてみました。そんな感じです。では次に行きたいと思います。
じゃん、こんな感じにしてみました。これはロングブーツが履きたいなって思ってしたコーディネートで、そうですロングブーツが履きたいなって思ってしたコーディネートです。イケイケな感じになりすぎないようにユニクロで買ったジャケットでカチッと締める感じでまとめてみました。なので色味も明るい色をたくさん使うっていうよりは白と黒でまとめて大人っぽくなるようにしてみました。で、今中にはカーディガンを着ています。サロペットの中にも着ていたんですけど、見え方がすごいちょうどいいんですよね。で、小物はフープのピアスにしました。パーツありでね、最初使ってたんですけど、なしの方がいいかなと思いなしにして、で、首元もこれにしました。で、こんな感じで石とかは使わずシンプルにまとめました。このコーディネートは色もそうなんですけど、アクセサリーとかそういった合わせるものもすっきりとまとめてみました。そうで、カバンだけは茶色を入れて、そこだけちょっと柔らかさを出してみました。スピーディーを持つとちょっとヴィンテージっぽさが足されて、ちょっとカッチリしすぎたなとか、ヴィンテージっぽい感じにしたいなっていう時はスピーディーを持つこと多いんですけど、なので今回はこれを持ってみました。で、そうだ、肝心のロングブーツ、ダイアナで買ったもので、だけどね、私このサイズちっちゃいんですよね。絶対ちっちゃいかなって思いながら履いてたんですけど、絶対これちっちゃいですね。ちょっと新しいブーツが欲しいなって思って今探しています。ちなみにこれはスウェード素材のブーツなんですけど、今までね、私スウェード派だったんですけど、最近ちょっとスウェードじゃないブーツが気になっていて、私は膝下がシュッとなるような感じが好きなので、そういうちょっとスッキリめなものを今探してます。黒のスキニーとかに入れてちょっとジョッキーっぽい感じで履くのも好きだし、私的ロングブーツは使えるアイテムだと思うので。だけどロングブーツって難しいですよね。あまりにも切れすぎると、切れ目に振りすぎちゃったり。じゃあ、これで多分最後のコーディネートかなと思います。はい、なんか最近もほんと涼しくなってきたので、またね、1週間のリアルなコーディネートとか、なんかそういうのもやりたいなと思っております。はい、そんな感じで今日も見ていただきありがとうございます。